皆様こんばんは、女流棋士の香川真央です。今回なんですけれども、初体験ということで PS4 任天堂スイッチで発売される龍王のお仕事のゲームをプレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。改めましてこの作品のことをご紹介いたしますと、龍王のお仕事という作品は将棋を題材にした、主人公が九頭竜八一さんという高校生で、龍王という最高峰のタイトルを持っている青年がとあるきっかけで女子小学生の弟子を取るということで、龍王のお仕事というタイトルで、原作はライトノベル、そしてアニメ化もして非常に人気のある作品となっております。で、私この作品はすごくご縁があって、一番はアニメ化をした際に、その弟子入りをする雛鶴愛ちゃんの声優さんをされている日高里奈さんに5分ほど将棋をご指導するというミニ番組に登場させていただきまして、非常にね貴重な体験をさせていただいた番組でもあります。で、個人的にもすごい大好きで、メインヒロインの一人空凛子さんがとってもとっても大好き で、凛子さんのコスプレをさせていただいたりとね、大変いろんな意味でお世話になっている作品でもあります。プレイする前にちょっといろいろ話したいこといろいろあるんですけれども、ちょうどこの2020年というのは将棋ソフトが、将棋ゲームが結構出た年で、皆様にもねたくさん応援いただいております。こちらの香川真央と2人で将棋、こちらのね作品もたくさんの方に応援いただいて本当にありがとうございます。で、今回実は龍王のお仕事のゲーム版もこの香川真央と2人で将棋と同じ銀星将棋というソフトの AI を使っている作品なんですね。なので可愛いビジュアルと裏腹にかなり強い AI も搭載されているし、一方で優しく設定されておりますから、将棋がわからない方でもこう楽しめるゲームっていうところで素敵なソフトに仕上がっておりまして、作品の魅力をお伝えしていきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは早速ゲームの方を見ていきましょう。ちょっと画面の愛ちゃんめっちゃ可愛いですね。ダブル愛ちゃん。さあ、今回ねストーリーということで、全12シナリオのうち2つは白鳥先生の、新作ということなので、それ以外はちょっとどんな感じなのかなというところで見ていきたいと思います。あ、その人はもがいてました。ここはここはあそこじゃないの？待って、このちょっと待ってって、今ちょっとねシナリオに関してはゲームをねぜひプレイしていただく中で見ていただきたいんですけども、ちょっと待って、これってさ、そういうことか、そういうこと、これあれですよ。だから皆さん、原作のこれ1話のまずドア頭のところなんだけど、この九頭竜八一竜王が旅館の一人娘をしていて、女子小学生の雛鶴愛ちゃんと初めて出会うシーンなんだけど、原作だと八一目線で、あ、なんか女の子からお水もらったみたいな感じで書かれてるところなんだけど、このシナリオ、待って、愛ちゃんの視点になってるんだけど、そういうことか、ちょっと待って、やられたわ。これつまりあれですよね、オリジナルシナリオは2つって聞いてたんだけど、それ以外のシナリオも視点が違った描き方をされているってことですよね。っていうことは、原作を知っていても、あ、そっち側の視点だとこんな感じで思ってたんだっていうのが楽しめるし、しかも逆に原作を知らない人でも、あ、こういう風な話すのって自然に楽しめる、かつその後原作を読んだ時にめちゃくちゃ面白いっていうことですよね。やられたな、ちょっと上手いんですけどめちゃくちゃ上手いじゃん。ちょっと感動しちゃった。ちょっとシナリオに関してはね、皆さんの楽しみを奪っちゃうことにもなると思うので、これは皆様の楽しみということで、はい、ということで、じゃあ今度はクイズの方やっていきましょうか。はい、将棋のことだったら任せてくださいよ。これでも将棋のプロ12、3年ねやっておりますから、お勉強され、なるほど、最初クイズをして、で解けなかった問題とかは後でおさらいとかできるのかな。まずはお勉強していきましょう。みんな可愛いな、イラストの一個一個が本当に可愛らしいですよね。問題を出すわ。あ、さあ、ということでよろしくお願いします。これあれだね、龍王のお仕事クイズだね。アマチュア名人だったヤッシャーチンアインの父親と記念対局した相手、こうかな。よーし、当てた順調ですね。なんだ、あ、詰将棋、なるほどね。龍王のお仕事に関する問題ができる以外にも、こういう風に将棋を楽しむことのできる問題もあるんだ。これは典型的な頭金の問題でしたね。よしよし、順調。お、銀の動きはどれでしょう。なるほどね、こういう将棋常識クイズみたいな、文字を読ませるけど、将棋の問題も出るんだ。ちょっとこれ間違えられないんだけど、前、斜め前、左右に行けないから真ん中ですね。よし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 。ここ
で問題です。お、これも詰将棋の問題。危ない。ならないのが正解ですね。これ竜王のお仕事も詳しくなっちゃうし、将棋も詳しくなれるという夢のようなゲームですね。本当に将棋盤に、あ、ちょっと待って、どっちだっけこれ。星、今出してきちゃダメですあると思うんだけどな。ある、よしよしよしなんかこれ有名な話ありますね。うちの師匠だったかな、羽生先生とのエピソードがなんかどこかにまとめられていたような記憶があります。公式戦での先手後手の決め方、あ、これね意外と知らない方が多いというか、目上の方が後でやるとかそういう風に思ってる方も多いと思うんだけど、公式戦ではサイコロ、まあ、ちょっと教えちゃ教えけどね、振り駒といってサイコロではなく駒を振ってやっていきます。一般的に同一タイトルを一定の奇数獲得したものに与えられる称号とは、永遠称号もなんか良さそうですけどね永世称号になります。問題を出すわ。羽生先生がね、永世七冠王を取って国民栄誉賞を取られたというのは有名なエピソードですよね。相手から取った駒はどうする、まあ、相手の駒台に乗せた人もいるらしいんですけど基本的には、自分の駒台に置いてください。はい、ここで問題です。クズリュウヤイチは何人兄弟、なんて何人だっけあれ、問題を出すわ。将棋の勝敗が決まるケースはいくつかありますが、この中でそれに当てはまるのはどれでしょう肩を叩かれるって怖いね。なんだっけ、ゴチになりますとかそんな演出ありましたよね番外戦術とみなされる行為を行う、ま、これはグレーゾーンなんだけど、一応このちゃんとはっきりそうって決まってるのはこの2番ですね。はい、ということでその1問間違えちゃったんだけど、これ竜王のお仕事ちょっともうちょっとちゃんと読み返していきたいと思います。はい、でこれ別の動画で対戦していこうと思っているんだけど、対局パートもご紹介しますなんかすでに愛ちゃんに勝った後なんだけど、こんな感じでね、いろんなキャラクターと対戦をすることができます。でこの対戦する相手もね、こういろいろ原作の人気キャラクターばかりなので、皆さんぜひ好きな方と対戦して、思い出をね残しつつ、ぜひいい結果を残していただければと思います。であと今回は指導対局っていう機能もあって、そちらも別の動画でご紹介させていただくんだけど、非常に親切な設計になっておりますので、初心者の方、これから将棋始めたいなっていう方も怖がらずにぜひ遊んでみていただければと思います。はい、ということで駆け足だったんですけれども、竜王のお仕事のゲームご紹介させていただきました。いかがでしたか。いち早く遊ばせていただいて、なんか嬉しい反面ちょっと罪悪感もあるんですけれども、皆様もぜひ一日でも早くこのゲームを手に取って感想などを聞かせてください。もうね、でもやっぱ一番の感想はもうみんな可愛いし、竜王のお仕事のキャラクターと対戦するってこう夢だった方も多いと思うんですよね。銀子さんに打ちのめされたりとかケイカさんに優しく教えてほしいとか、いろんなこう気持ちがあったと思うので、それが叶う夢のような作品という点でもね、すごくぜひ手に取っていただきたいゲームとなっているんじゃないかと思います。ぜひこれからも皆さん一緒に長く遊んでいきましょう。いや本当だったらね、同じ将棋ソフト使ってるから競合とかになっちゃうんじゃないかなって思われる方も多いと思うんですけど、この将棋界とかこの作品を通じて両方とも盛り上がってほしいなっていう思いで、今回特別にコラボのような形でプロモーションさせていただけることになりました。なのでもう本当に YouTube ご覧になっていただいている皆様には両方とも楽しんでいただきたいっていうのが我々の思いということで、ぜひねこれからもその両方の作品楽しんでいただければと思います。まあ勝利ゲーム全体盛り上がってくれて話題になってくれたら、その分にたくさんのこれから将棋始めたいっていう方とか、将棋ちょうど興味あったから遊んでみようかなっていう方にも届いていくと思うんですよね、こう気持ちとかも。まあ今回ご協力いただいたリオの仕事のこのゲームを作られてる皆様も、香川真央と2人で勝利と一緒にぜひ盛り上がっていきましょうというお話させていただきましたので、ぜひ2つのソフトを一緒に遊んでいただいて、ご感想など応援などよろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただいてありがとうございました。よろしければチャンネル登録や高評価もよろしくお願いいたします。この動画たくさん皆さんの目に留まれば、それだけ作品盛り上がる可能性上がるのかなっていう、まあそうなったらいいなって思えて動画作らせていただきましたので、ぜひよろしくお願いいたします。何卒
で、この竜王のお仕事ゲームシリーズもうしばらく続いていきますので、ぜひそちらもお楽しみに。それでは今日もありがとうございました。失礼します。ぜひ買ってくださいね。